にちは、さきです。ピアノを楽しみましょう。このチャンネルでは譜読みのお手伝いをさせていただきたいと思っています。中級者以上の方は両手を使って譜読みをする方もいると思いますが、右手で譜読み、左手で譜読み、そして両手で合わせる方もいると思います。そんな方々の力になれたらと思います。今日はシューマン・ユーゲントアルバムより初めての悲しみ、オーパス68-16、ボタン調の譜読みのお手伝いができたらと思います。この作品は初めての悲しみの他に、子供の不幸や初めての喪失というタイトルもあります。1848年、シューマンの家で飼っていた小鳥が亡くなってしまい、その時の子供たちの悲しみを表現した曲です。コンクールなどでもよく課題曲になったりしています。それとメインチャンネルでは小文字の SAKI サキとして私のオリジナル曲やクラシックを弾いた動画をアップしていますので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に貼っておきます。このチャンネルと合わせてチャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。それではシューマン・ユーゲントアルバムより初めての悲しみ、オーパス68-16、ボタン調の譜読みのお手伝いに入りたいと思います。まずは右手から。それでは左手を弾きます。
きます。繰り返しありで弾きます。右手のポジション、左手のポジション、最後までご覧いただきありがとうございました。両手で合わせるのはなかなか難しいと思うので、その前に私の左手の動画の音に合わせて右手で弾いてみたり、私の右手の動画の音に合わせて左手で弾いたりすると合わせた時の感覚がつかみやすいと思います。表現アナリーゼは先生によって考え方があると思いますので、先生の指示で勉強してください。ありがとうございました。